こんにちは。っていうか再び藤実りなんですけど、これほら面白いよね。30、35、40流くらいついてますかね。600g とか 700g くらいになるんですけど、でこれはちょっと長いですね。40cm ぐらいあります。1kg、もしかして1キロ超えるかもしれないんですけど、普通こうちょぎっちゃうんですけどね、私はこのまま鳴らせます。このまま鳴らせちゃいますね。玉の蓮みたいだね、藤実り。さっきの蝶々なんですけど、アゲハチョウあそこにいますよ。ほらね、ちょっと画像が荒くなって、でもこれ以上近寄ると、また疲れさせちゃうかなと思うので、ギシギシの、種ができたところに休んでますね。もうちょっとこっちに来れば、今雨降ってないからいいんですけど、あそこだとビニールの、外側なんですけどね、ギリギリね。え、ちょうちょかわいい。ひらひらひらってこう捕まらないところが、チョウチョとか鳥とか飛ぶね、虫とかいいとこですよね。かわいいな。オスなんだろうかメスなんだろうか。このブドウ畑の中でアゲハチョウ、別のアゲハチョウと果たして出会うことができるんでしょうか。外で出会うことができるんでしょうか。わかんないけど、今日は雨だからここにいるんだろうね。綺麗。生まれたばかりかもしれん。生まれたばかりっていうか、さなぎから帰ったばっかりかもしれませんね。綺麗だもん。はい、ブゾウ畑から玉の蓮でした。違うか、藤実りね。ダラダラ、あれなんかも、あれなんかもね、50センチぐらいありますけど。さよなら。